おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は9月の2日の金曜日です。お題がこちら。24年ぶりドル円145円超え影響はということで話をさせてください。ドル円が一気に140円を超えてきました。株式市場への影響はということで話をしていきます。また最後に指数のテクニカル分析もやっていきます。ぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ということでこのチャンネルでは終わったばかりの 最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず毎朝7時目標で更新をしていきます。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、昨日の日本株の終わりに確認していきましょう。昨日は3指数揃って下落となりました。中でも注目なのはトピックス、安値に近いところで引けていて、まずは安値引けとなってしまった。昨日と真逆の展開になりました。日本株、底堅い、底堅いと言っていましたが、アメリカ株が下落が続いていたことにより、さすがにちょっとね、えー、崩れてしまったといった感じでしょうか。 短期的におしめ買い等も入っていた影響で受給の懸念がすごい強いかなというふうには感じております。今日の動きもしっかりと注目をしていきましょう。アメリカ株価見ていきます。ダウ、ナスダック100、S&P500 は反発、ナスダックは続落といった形になっております。引けにかけて株価が結構上昇しているので、ここに少し注目をしておいてください。業種別見ますとエネルギーが下がってます。これ後ほど見ますが原油価格が下がっていますね。ただ業種で見ると結構上がってる業種が多い。ニューヨークダウのヒートマップでも、ヘルスケア中 中心に上がってる銘柄が非常に多いというところぜひ押さえておいてくださいなぜなく役のヒートマップです半導体関連はかなり不安があります nvidia 7.67%の下落ということで直近安値も終わってるんですねえかなり心配ですがただ上昇している銘柄が多いということになっております為替コミュニティ日経先物は113円のプラスということでまあ、昨日の下げ幅よりはちっちゃいんですが一応反発の予定ということにはなっておりますドル円が140円の17銭といった感じ140円超えてますねで原油が3%超え 下下下下落落商品指指指数数数もも2.57% 25.35のののビッス長期,期にかなり,あり,りました4%の上昇小型株はががっっててていいるのでこの辺の影響なんかも今日の東京市場では見極めなければいけないかなと思います暗号資産に関しましては小幅高のコインが多いかなというふうに思いますでは見ていきましょうドル円が140円を超えた株式市場への影響はということで考えていきたいと思います実際に140円を超えたことによって主に日本株へどういう影響がありそうかってことを考えます ててみた結果になっています一応結論としては140円を超えても急速な相当な円安にならない限りは比較的そんなに影響は少ないかなというふうに感じました、まあ、その辺の理由も踏まえてぜひお聞きくださいまずは日経新聞でニューヨークが反発した理由についてです雇用統計の発表を控えて持ち高調整の買いが入ったということですで失業保険申請件数が市場予想に反して3週続けて減ったということで、まあ、労働市場は悪くないということを示しているので逆に FRB が利上げを促す ということですよね。そして雇用統計を控えているということですから、まあ、こういったことで金利が上がっているということになります。ただ午後に入って徐々に下げ幅を縮めたのはなぜかというと、前週末から急ピッチで下げた後とあって持ち高調整の買いが優勢となったということになっております。これが日中の動きなんですが、ニューヨークダウ青い線ですけども、これがね最初最後グググとこう上がっていることがナスダックもグググと上がっていることがわかるのではないかなというふうに思います。また大きな動きとしましてはドル円の動き裏側のこのハイ 灰色の線ですけどもこれが23時を境に140円を超えてきたってことがわかるんではないでしょうか23時に発表された経済指標は ism 製造業景況指数になっております予想52に対して52.8これが強かったことにより140円を上回ってきたというそんな記事もありましたのでこちらにもぜひご注目くださいただ140円を超えてくるとなると日本の株に対してどうなのよという意見が気になるところだと思いますのでまずは基本的な円安メリットデメリットということで 振り返り返だだけ入れささせてくださいまず円安のメリットとしましては輸出企業が海外で稼ぐということで業績に好影響がありそうだということですね、まあ、実際に今もあるというふうに言われていますまた輸出する製品を安く設定することもでき国際競争力も高められるかもしれませんということですこれはカモだということだと押さえておいてください円安のデメリットとしては交換できる外貨が少なくなって海外のものやサービスあとはエネルギーなども上がってしまうということで輸入物価が上がってしまうということで であとは海外旅行とかも割高になってしまうということではありますが僕らにとって海外旅行割高になりますが、まあ、インバウンド需要とかは円安のメリットとして期待できる部分にもなってきます。まあ、この辺ざっくくり整理ををしてておいいださい、まあ、それを抑えた上で 過去のドル円と日経平均の相関関係みたいなものを考えてみたいんですけども、これは長い月足10年ですね。で、2012年、このアベノミクスの時っていうのはめちゃくちゃ相関してた。過去はね、結構相関してるんですよね。つまりドル円が円安の方向に触れると株が上がるというアノマリーみたいなものがあったわけなんですが、足元を見ると実はそんなに相関係数がないということになってます。ちょっと徐々に拡大していきます。これが10年間の推移でしたが、これが週足3年間で 表していますこうやって見るとコロナを挟んでからですねガクッとなんかこういろいろバランスが変わってしまったんだなということが分かるかもしれませんね。で特にこの急激に円安が進行していくときに日本株がめちゃくちゃ上がったかというとそうではなく逆相関している場面もあったりとかそれを冷やしにしてみると足元でも本当に相関していたり逆相関していたりと、まあ、本当にドル円が上がることによって日経平均が上がる下がるというのはあんまり関係ないように思うかなという,ふうに思いますで。日銀の姿勢としてもですね急激な円安は逆に経済 ににににマイナスに作用ししまますと企業業よる事業計画策定を困難なのでじゃあ円安に対して何か対策をしますかというと為替をターゲットに政策を運営することはないというふうに述べているので、まあ、日銀がですね為替介入をするなど、まあ、円安を食い止めるような策をする可能性というのはかなり低いかなと。 また、今朝の日経新聞には、円安はメリットはあるものの、だんだんこのメリットが減ってきてますよ、景気浮揚力が衰えてますよっていうニュースが載っていました。過去には0.7%、1円円安が進んだときに、業績の押し上げ効果があったが、今年度は0.4%押し上げているらしい、0.3%分なんかね、衰えてしまったということですよね。また、この記事の続きによれば、幅広く資源価格が上昇した分、転嫁できないとか、 コロナウイルスによる制限で円安でインバウンドが増えないとか。 国内の設備投資を増やす効果も減ったというふうに書いてありますね。なんで、こういったことが要因で、円安になってもメリットは少ない。むしろデメリットの方が目立つんじゃないかという意見もあります。でも、足元を見てみると、例えば資源価格、原油価格が今日も大きく下がっていますよね。確実にこう、加工トレンドのような動きが確認取れます。また、水際対策はどんどん緩和されてきているので、インバウンド需要とかも徐々に期待できるかもしれません。また、円安がそのインバウンド ンバウンド後押しすするっていう側面もありますよねで実際に経済指標としましては設備投資計画これは日本政策投資銀行にの調査による国内の設備投資計画ですけども前年比で26.8%の大幅増これはバブル景気。 の時を上回るようなそんな水準ですのでまあ、かなりの設備投資計画が組まれているんですねまあ、この辺から考えますとやはり日本株円安のメリットを意識した企業の動きなんかも確認できますので 目先を考えると短期的な需給で降らされそうな部分はありますし、海外のリスクもありますけども、日本企業はしっかりと前を見て、またプラスの側面も日本の中にはあって、で、日本株はグローバルで見たときにはかなり底堅いんではないかというふうに想像ができるんではないかなと感じました。ということで2の動画のまとめです。米株が反発した理由について、で、米雇用統計前に持ち高調整の買いが優先になって、経済指標まるで金利が上昇して、ドル円が140円まで上がってきたということになっています。 円安のメリットとしましては、輸出企業の業績が良くなるということと、極債構想力が上がるかもしれないというところ、一方、デメリットとしては輸入物価が高くなったり、資源価格への影響が受けやすくなるということになっています。で、これによる相関係数、ドル円が上がれば日経平均が上がるかみたいな、そういう相関係数はかなり低くなってきています。つまり、ドル円が上がったことにより、日経平均株価を押し上げるという力は、そんなに強くはないということですね。景気不要力衰えますががただ現有価格が下落 していたたりりととかか設備投資が活況であったりとかコロナの水際対策が進むなど円安、まあのメリットを享受しやすいような円安、まあ、メリットを意識したようなそんな動きが見られますのでやはり日本株の底堅さっていうのはですね世界に比べると続く可能性は今のところ高いのかなというふうに思います一方で、まあ、欧州のリスクとかも増えてきていますのでこれをもって株価が上がるというわけではなかなか言いづらいかなというところで本当に難しさを感じているところもぜひ押さえておいてくださいでは日足の一目均衡表プラス r を、SI、を使いいいまままししててテクニカル分析を行っていきましょうはいま、ずはず日経金株価です昨日、下落したことにより懸念点がいくつかあるんですけれども、それが何かというと、ここの辺の動きですね、ジャクソンホールがあって、でその次の日反発をした、その時の安値を割ってしまっているということですかね、この辺でおしめ買いが入った可能性があるんですが、やっぱ短期的な需給はかなり崩れてしまったかなという形、RSI が50を割れていて、地高スパももう割れそうなので、まあ、それを考えますと、雲ぐらいまで下落してもおかしくはないかなと思います。一方ででのはは今日はプラスとということでこの辺の 安安値水水準準とととかかねお締め買いいいがが入った水準ぐらままで戻ししててくれると少し安心感感増すすなという,ふうに感じておりますトピックス見ていきましょう昨日は安値に近いところで引けていてこれも同じくジャクソンホール後のこの安値を割れるか割れないかというところまで来ております地高スパンは割れていて RSI も50割れていますので下落懸念が強い中で今日どれだけ戻りを試せるかといったところですかねマザーズ見ていきましょうマザーズはかなり底堅いんですが昨日は安値引けということで下落が警戒されますただ、まあ、今日に関しましてはどうでしょう日経平均は 上がる予想になってますけども、ナスダックがマイナス、また小型株やソックス指数もマイナスだったことを考えますと。とまあ、しっかりと今日はねえ、どういう影響が出そうか、直近安値を割り込んでくると下落トレンドの形になりますので、えそこだけ注目をしておきたいと思います。ニューヨークダウは見ていきましょう。ニューヨークダウンはなんとか雲割れを回避したっていう感じですかね？にはなっています。で今日雇用統計を挟んでどういう動きになるかっていうところが、最大の注目点雲自体はぐーっと切り上がってきますからね。雲の中、また雲の下に潜ってしまうのか。 雲の上を維持することができるのか非常に転換点に差し掛かっていると思いますサントピー500ですねこちらも雲の上をなんとか維持したという感じにはなっておりますただ地高スパンと割れておりますので下に抜けてしまう可能性というのも当然あるかなというふうに思いますので雇用統計をしっかりと見ていきたいと思いますナスタックですこちらも同じですね下髭で雲の中に入っているものの最後で最後でなんとか雲の上までも戻ってきたという感じですね雲のサポート力を期待したいところかなというふうには思い いますが、まあ、この逆転逆転 RSI 50割れなどネガティブな状況は続いております。ラッセルです。ラッセルに関しましては、マイナスにはなってしまったものも、こちらも下ひげを残したような形にはなっています。ただ、遅行スパン明らかに割れてますし、rsi 50以下ですし、逆転も起こっているので、まあ、こういう時計を終わってどこにいるかっていうところをしっかりと確認していきたいなと思います。はい、ということで今日はですね。ドル円が140円を超えました。ということでまあ、ちょっとね。ネガティブな風にこう表現されることが多い。 でまあ、もちろんその点はあることは分かってはいるんですけども足元では原油価格が下がってきた商品価格も下がってきた設備投資が活況である水際対策が進むこれは全て事実だと思うんですね、まあ、その結果ドル円のネガティブ影響っていうのはそこまで強く出てこないのかなというふうに感じます、まあ、むしろポジティブな要因も当然ありますのでそこも意識して相場を見ていきたいなというふうに思っておりますでは今日もお知らせを入れさせてください個別メガのとことも分析すすするがマージン毎週金曜日更日更更新新ででから今なんですが今 ケアネットを分析しておりますでケアネット過去にも1回だけ分析をしたことがあるんですがなぜこのタイミングで再分析をしているかっていうともともと業績がいいということで注目をしていたんですが昨日地合いが非常に悪い中でも高値を更新している終値ベースで高値を更新しているんですよねこれ強いな何でだろうなっていうことで分析をしたという形になっておりますぜひご注目ください概要欄リンクから月額1000円初月無料になっておりますまたノートというプラットフォームでメンバーシップも始めておりますこちらは1000円ではなく900円で始めることができます ればご検討くださいまた本に関しましてもですね書店購入キャンペーンを継続していきます9月の四季報発売に合わせてキャンペーン特典もアップデートしていきますのでぜひご注目いただければと思いますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析朝7時目標で交渉していきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう